皆さん、こんしましま、ニャンティスの新猫好きです。ドルフィンウェーブ実況プレイやっていきたいと思います。ということで、前回の続き、乗るかそるか、炎のジャックポットバニーの、今日で最終回かな。じゃあまあね、やっていこうかな。前回はですね、見事、バニーガールの衣装を着た、キリちゃんとミナミなんだけど、それがね、なんかポスターの時点でちょっとこう、炎上しちゃったんよね。なんかこう、こんな過激な、衣装を見せやがってみたいなのがあって、ちょっとこう、キリちゃんだけじゃなくてこう、カジノ側にもちょっとこう、いろいろと、叩かれた、カジノ側もちょっと叩かれちゃったみたいな感じになったっていう。で、ちょっとこうね、そんな責任を感じてしまったキリちゃんは、一人落ち込んでたんだけど、ちょっとこう、ミナミがね、前回のミナミは本当にいいやつ。もうほんまに、ええ子やん、もうあの子。っていうぐらいこう、ね、キリちゃんを、ね、元気づけてくれたっけ。ほんま。いやー、友情って素晴らしいね。というところから、始めていくかな。ストーリー7。なんかこう、キリちゃんは思いついたみたいな感じのことを言っていたけど。おお。今は、あれやな。ジェットバトルの会場やね。いや、ほんとあのイルカは、やっぱ主人公補正なのか。イベントにもうほぼほぼ出てるよね。先輩、こっちです。ここからならよく見えますよ。おう、会場で。ねえ、ヒムカと風見のね、試合でも見てんのかな？よかった。決勝戦は間に合ったわね。はい。はい。でもいいな。私たちも決勝行きたかったですね。悔しい。ああ、ちょっと負けちゃったんかな。仕方ないわね。今日は少しマシンの調子も悪かったわ。反省点はまた帰ってから洗い出しましょう。いやー、こう、霧島のコーチとしてはこう、ねえ、勝ち残ってほしかったなー。そうですね。今は決勝に勝ち上がったキリちゃんとミナミちゃんを応援します。おお。そうですね。いや、勝ち残るのはいいね。そういえばあの二人、カジノ店で働くキャンペーンにも参加していたんじゃなかったっけ？どうしよう。ああ、街のポスターにも載っていましたもんね。でも、苦情が来たって噂を聞きました。バニーガール衣装、やめちゃったんですかね。ちょっとね、見たかったんだろうな、イルカも。友達の間だったら見せてもいいと思うけどな、キリちゃんも。そうかもしれないわね。昨日、歌江さんからカジノ店では二人を見かけなかったって連絡があったの。そういえば、前回来てたしね。アンリーと一緒に。シューン。そうですか。二人のバニーガール衣装、すごく可愛かったのになぁ。イルカたちも聞いてみたら、聞いてみたらどうじゃ？見たかったなぁって、あれ？そこにあったのはっていう。イルカ？どうしたの？嘘！先輩！あれ！見てください！あれって、さあ乗ってあったのは？いやー、こういうことなんですよね。まさか、
あの、ジェットバトルで、の衣装で乗るとは。いやー、あれだね、コスチューム替えができるっていうのはまさにこういうところで活かせれるんだなーっていう。よし!あとはスタートの合図を待つだけ。この時の、ねえ、ディフェンダーはお月さんたちになるのかな?ついに決勝までたどり着いたな。我らの執念がこの場をつかみ取ったのだ。くそ、南のその隙間のところからちょっと見えないかなって期待しちゃうじゃん。みんな、あたしらに食いぎつけになっているね。マシンの方は、普通のやつなんだね。どうせだったらここもね、ラッピングもカジノシチュエーションにしてればよかったのにね。正確には、我らのこの、装束だ、に、だがな。あっけに取られた顔がいっぱいで、むしろ気持ちいいわー。ね、キリちゃんの考えはまさにこれだったっていう。まあでもこれはこれで別に炎上しないんじゃないかなーって気もするけどね、どうなんだろうね。この宴の場を包む異様なざわめきも、我らをますます高揚させる一方だな。いよいよだね、みなみ。いいね。私たちが選んだこのバニーガールの衣装で絶対優勝してやろうじゃん。心得た。そうだな。自ら選んだ道を貪欲に突き進む。それこそが我らのあるべき姿だ、キリ。いくよー。我が波動、我らが暗黒の宴の始まりだ。わだつみで一番可愛くバニーガール衣装を着こなせるのは私たちだー。ウインクしているキリちゃん、なんかいいね。ただちょっと前髪のせいでちょっと見えづらい。後悔するがいい。おお、これ多分あれだよな、南の SP スキルの演出よね。キリちゃんもや。これはちょっとこう持ってない人にも優しいね。お、相手はハヤテとエレンか。倒した？おーね、有言実行、いいね。やったね、みなみ。宣言通り優勝をつかみ取ってやったな。会場にいる者すべてが戦慄していることだろう。試合中に南のうさ耳が視界を遮った時はちょっとヒヤッとしたけどね。あー、ちょっとこう折れてるから、ちょっとこうちょ南邪魔邪魔みたいな感じになっちゃいそうだな。なんだと。それでは外した方が良かったか。それはダメだよ。バニーガールじゃなくなっちゃうじゃん。そう。まあ確かに、取っちゃったらなんか物足りないよなっていう感じはある。代わりに猫耳つけたろか。二人のこの姿を見せつけるもののも
大事な目標だったんだから。観客も最初は驚いていたようだが、最後は我らを受け入れていたな。よかった、ほんと。うんうん、表彰台でカップを受け取るときとか、歓声超すごかったもんね。いやー、歓声されていたんだね。あれは気持ちよかったわー。ゆっさゆっさなキリ。む、キリ、スタッフに呼ばれているようだぞ。ま、インタビューか、いいね。そうだ、まだインタビューあるんだった。インタビューか、うん、おー、なんかいつもだったらあのね、あの実況の二人、あのマシオ、マシオとトモチンだっけな、がこの辺おるのにね。すいません、お待たせしました。ん、てかこれあの、これ座ってんのか立ってんのか、なんかこう椅子おかしくね、立ってるのかな、立ってるよね。なんか座ってるようには思えなかった。まあいいや、ちょっと指示つくのが大変だったんだろうな。あ、来た来た、皆さん、本日の優勝ペア、泉選手と黒瀬選手です。あ、本来の2人もちゃんとおるね。はい、見事な快進撃でしたね。ところで、その衣装は今回の大会に合わせて？いや、あ、この衣装ですか？そうなんです、いいでしょう。あ、ちょっとマイク貸してもらえますか？え、ちょっと？おっと？ねえ、めっちゃ言うんだろうな、ここで。そうだね。ここはなんかこう、ねえ、マイクで喋っている体だからなんか、あれなんかな。ノイズじゃないけど、こう、エコーみたいなの入れた方がいいのかしら。この場にいかれば、超可愛いと思って、私が、カジノさんにご用意しました。キャンペーンで着れなくて、ムカついたんで、勝手に借りて決勝戦に来てきました。だから、この衣装に文句がある人は、あたしに直接言ってこーい！です！よろしくお願いします！これキリちゃんの親とか見てんのかな？どうなんじゃろ？いやー、まあこうジェットバトルに用いたってことよね。こうカジノで切れなかった分。では、ね、ストーリー8最後やね。いやー、ついにこのね、バニーガールの衣装も終わりか。ウルトラレア欲しかったなー。あー、ブログ記事のコメント欄すっごい、これは超ウケるなぁ。ね、俺のこのね、ドルフィンウェーブのね、実況にもちゃんとコメントしてくれると超ウケるなぁ。
案の定、浄土の豪炎が燃え盛っているようだな。まあ、まあ、せやろな。反発もあれば、こう、ね、好評もある。まあ、賛否両論ってことよ。そうだね。そうだね。まあ、大会のインタビューで、焚き付けたのは私だし、当然の結果だよね。ああ、ついにレスバー始めちゃったよ。止めるべきかな。すんげー下見てるキリちゃん。しかしだ。だが、キリのインタビューでの宣言の影響でカジノへの苦情は落ち着いたようだぞ。おお、よかったね。それはほんまによかった。本当に？よかったー。炎上した甲斐があるってもんだね。雨降って地固まるってまさにこういうことなのかもしれないね。うん。きついコメントばっかり見るのは正直辛い時もあるけど。うむ。我らの道を突き進んだ結果だ。こう、後悔しているか？まさか、そんなことないよ。そうだね。むしろ自分の気持ちをごまかして諦めた方が後悔してたと思う。そう。結果として私は自分が可愛いと思ったものを着られたし、それを大勢の人にも見てもらえた。自分の意志をまっすぐ貫けて大満足。ありがとう。みなみ、あたしがへこんだとき励ましてくれてありがとうね。うん。あれがなかったらあたし今ここで笑えてなかったと思うから。ほんまね。ベストよ。ベストアドバイスよね。あの時のミナミは。ふ、我が盟友に対して当然の行いをしたまで。あ、ほら、絶賛炎上中のこの記事の写真見て。バニーガールの私とミナミ、いい顔だよね。ねえ、その写真とかあったら見てえな。すっげえ見たい。ポスターとかなんか、ねえ、欲しいな、俺も。もし、あったら。コメントも、今は否定的な意見が目立つけど、ちゃんと好意的なこと書いてくれる人もいる。ねえ、皆さんもしこの立場だったらどっち派なんだろうね。ねえ、なんかバニーガールなんか、の衣装がなんか着やがってこの野郎って思うか、ね、キリちゃんとミナミのバニーガールの衣装めっちゃ可愛いって、ね、肯定的なこと言うか、皆さんはどっち派？いいね。だから、今回のイベント、やってよかったなーって、心の底から思っているんだ。この特殊な装束は我らの前進を促したということだな。そうだね。そうそう、まさにそれ。うん。この衣装のおかげで私たちぐっと成長したって思う。だから、今回は大成功ってことで。
どうだろう。ん、あら、せっかくいいところなんだけどちょっと不穏な感じ。大成功とまでは言えないのではないか。ま、うわ、鋼さん、びっくりした。どうかしたのかな、うん、あのインタビュー見たぞ。ブログも苦情が殺到しているそうだな。やば、もしかして怒られる。なんたること。お、落ち着け、キリ。落ち着いて体の振動を止めるのだ。ミナミ、君もやで。おい、震えているのはミナミの方でしょ。別に私は怒っているわけではないぞ。ま？え？そうなの？うむ。今回、苦情がカジノ店に殺到し、迷惑をかけたのは事実。仕方ない。そのことについては反省すべきこともあるだろう。まあ、うん、そうな、うん。ね、キリちゃんだけの問題だったら、まあ、なんとかね、あれかもしれんけどね。まあ、まあ、そうですよね。いいだろう。だが、私もポスターを見て問題なしと判断している。泉だけが批判を受けるようなことではない。何かを行うということは批判との戦いでもある。立派なものだ。今回の大会をやり遂げたことは評価に値する。私はそう考えているぞ。うわ、なんか鋼さんのこの対応めっちゃ神やん。やる気出るわ。え？本当に？うむ。ああ、泉は自らイベントを盛り上げようとし、そのために努力を積み重ねた。うむ。黒瀬はそれを傍らでしっかりと支え、時に励ましの言葉をかけた。よし！お前たちは自分たちの意志を貫き通したのだ。その息や、よし！こういうちゃんとこうね、まあ、ちょっとこう問題が起こったとしてもね、人の努力を、こう、ちゃんと見てくれる上司って素晴らしいよね。あ、鋼さん、出勤、衣装ついていく。私、嬉しくてちょっと泣きそう。ちょっと二人とも、よーく見たら涙目だな。まあ、こんな言葉かけられたらな。確かに、そうよな。普通に戻っている。ありがとうございます。ね。まあ今回ね、みなみのそのね、行動はすごくね、前進になったと思うよ。
みなみも感動しすぎて口調が普通になっちゃってるし。どうしたものか。そんなことはない。いいな。とにかく今日はこの後大会の反省会をするぞ。それが終わるまでは帰らないと思え。こそこそねえ自分には関係ナッシングと思っていたらこれだよ。そこでこそこそと帰ろうとしているユーリ、貴様も参加するんだ。いいな。なんだよ、せっかくいい雰囲気だなと思って邪魔しないようにしていたのによ。やろうぜ。ほら、試合の反省始めんぞ。そうだね。はい、頑張ります。心得た。我らの苦難の旅路はまだ序章に過ぎぬ。だが必ずや、奮発してみせよう。いや、いい話。とにかくよし。うむ、気合が入っていてよし。いや、なんかこうね、話やん。なんかこう、まあ今回の物語っつうのはそのまあ努力っていうのは絶対に無駄にはならないんだよっていう、まあ、教訓なのかな。さてさてさてて、ので、まあそんな中ね、いや、ついに、ベリーハードやっていくか。さて、今回は結構なね、メンツやな。ただな、今回ウィンド属性だから、まあムーンがおったらいいんちゃいいんだけど、どうしようかな。うん、やっぱりこう今回はね、姫梶旅行のストーリーだけやって、まあ最後はこのメンバーでやろう。うん、まあちょっと2回戦うかもしれないけどね、主にはまあやっぱりね、こうキリちゃんとミナミは必ず入れておきたいし。ではジェットバトル、スタンバイゴー。手は抜かんぞ。いやー、キリちゃんとミナミ、お月さんとユーリ、バニーガール来てるー。やっぱり公式もやるんだな。てか敵はかぶったな。まあしょうがない。こっちはレアリティがちょっと上なんだよ。音がたまにちょっと抜けてたりするけな。まあ、ちょっとそこがな。そうだな。とりあえず、感電付与しておくか。で、そりゃ。その顔が見たかった。感電。いや、しかし見事なまでにみんなバニーガールやな。ユーリはまあまだ分かるけど、お月さんまで着せるか。普通もう好きなやつが着せたんだなとしか思えん。よし、じゃあまずはこうで、これで、あとはまあこれで一回シールド破壊できる。
すいよ。ブレイク入った。よしよし、オッケーオッケー。ワンチャンきた。ワンチャンきたということで、とりあえずまあこの辺の技を付与。どうだい、感電感電させたぜ。マジかよ。吠え面かけよ。その顔が見たかった。いいところで回ってきた。とりあえずそうだな、ここはまあ防御下げておくか。そい。そこそこ。次3個入れたいな、こう攻撃を。時は来た。これはきついよ。これはきついよ。さあ腕の見せ所。ここはまあとりあえずこの辺これでいいか。ぶち抜け。健康一滴。ピー。流れを引き寄せた。もう一発決めろ。ワンモアチャンスということで、じゃあ大月さんのパワーブラストと、チャージブレイクとで感電させておくかな。もう一回ぽい。いやでもこれ一回で勝てたらいいな。やったろうじゃねえか。見よ。余裕あるよ。やらかした。よしよし。お。マジかよ。マジですよ。さてじゃあね、じゃあキリちゃんの、ジェットバトル配信中で、他は、ミナミの、ま、状態異常を解除と、つい。決めるし。うっひっさつ技ってやつ。いやー、これがバニーだったらな、いいんだけどな。バニーじゃないのか、ちょっと今回は、っていう。思えば相手の方も SP 溜まったな、やばいな、大丈夫かな。必殺技ってやつ。うわ3万、結構与えられたぞ。大丈夫かな。割られたか。これはまずいな。一回やられるかな。あ、やられた。チェイ、やられたか。まあ。リベンジの期待だ。まあね、想定内やったけどな、負けるのは。スタンバイ。2回戦目ぜ。文句なしの完璧な仕上がり。先手を取ったぞ。まあこうね、引き継いでくれているのは嬉しいよね、こういう相手もね、シールドやら体力やらを。ブレイクの分まで引き継いでくれるけ、まだええわ、ほんま良心的やわ。これはきついよ。もう一発決めろ。さてさて
ここはとりあえずもう置いたなね、攻撃をたくさん与えておくぜ。とりあえず半分削ったな。さてさて、じゃあそうだな、とりあえず感電させておくだけさしておこうか。ぶち抜け。そこそこ。無傷で乗り切れるか。決めてこ。さて今は、7個か、7個だったらまあどうしようか、このままもうダウンさしとくか。あれ禁断の秘技、決めてこ。どうよ。ちょっとこうパンチ力がねえ弱いけど、ワンちゃん来たー。まあなんとかなるさ、人生ね、あの諦めなければどうということはないね。今回のストーリーでそれを教えてもらった。5万か、まあまあいけるな。ちょっとな、ユーリの SP がたまるのがちょっとタイミング悪いな。もうちょっと早く、もうちょっと早くあれだな、あのたまってほしかったなっていう。セリア、必殺技ってやつ。禁断の秘技、クッション。あれ無傷で乗り切れるか。また来たか。一瞬だけ本気な。シールド耐えれるかな。あー耐えれた、なんとか耐えれた。じゃあまあね、池南、あとはもうこれでいけるかな。最後有利で倒せるかな。よっしゃ、やれーい。決めてこ。よしよしよしね、姫化重工の底力や。こんなもんだろ、大きな一勝。一皮むけた感じ。まあこうなんかキリちゃんのねこともあるかやな、人は人か向けたっていうのは。はい、というわけで、いやー今日もいい話だったな。あのね、ジャックポットパニーの話もね、まあイベントはねこれで、今回、終了だけれどもね、なんかね次の
イベント、なんかチャレンジボスみたいな感じのやつがあるらしいけ、めっちゃ楽しみなんだよね。ね、今回はまあこれで終了だけど、次回のね、なんかチャレンジボスとやらね、今までのね、ドルフィン対ドルフィンじゃないっていうのが胸熱というわけで、次回のねドルフィンウェーブも、ぜひぜひ見てください。チャンネル登録、高評価、コメント待っております。それではバイニャラー。